はい、どうも、栃木フットボールマガジン編集長ライターの鈴木康弘です。とちラジというラジオを始めます。昔から、ラジオが好きだったっていうのがあるんですけど、まあ、どうしてラジオを始めるのかっていうと、動画でね、この中断期間中に動画チャンネルを開設して、まあ動画、YouTube チャンネルを作ったわけですけれども、動画じゃなくてなんでラジオなんだっていうところなんですけれども、僕自身がラジオが好きだというのが一つありますね。まあ昔からそのラジオをヘビーに聞いてたかというとそうでもないんですけれども、例えば今僕は自宅から、栃木市の練習場に行くとき、車を使って行くわけですけども、だいたい40分かかるかかかんないかぐらいの距離なんですね。で、その間に、ラジオとか、音楽ってあまり聞かない方なので、その間にラジオで、ちょっとしたチャンネルを聞いて、行くと、グラウンドまで。そういうのが自分のこの時間の使い方としてすごくいい時間の使い方だなっていうのがね、あるので、そういうコンテンツになればいいかなっていうのが一つあります。よく聞くのは爆笑問題さんの爆笑問題カーボーイっていうチャンネルが、番組があるんですけども、それよく聞いてるんですけども、ながらでできるっていうところの良さですかね、ラジオね。画面、YouTube チャンネル、動画のチャンネルだと画面見なきゃいけないじゃないですか。で、それが、音声だと、ながらで、隙間時間で入れられる。だから皆さんがもし、通勤の時に電車を使う方がどれくらいね、栃木フットボールマガジンなんでね、栃木のサポーターなんで、多くの方は栃木在住かなと思うんで、車通勤の人がやっぱ多いのかなと思うんですけど、電車でね、通勤使う方にせよ、スマホから、聞けるものだったりとかするので、で、車運転してる方は、音声なんでね、安全じゃないですか。そういう、動画見れないわけなんで、ながらでできるっていう良さもあるし、僕の知り合いでね、僕が、ありがたいことに僕の記事をね、更新するのが大体夜9時ぐらいだっていうのを見計らって、会社から帰る途中に、車の信号待ちで読んだりとかする方がいらっしゃるらしいんですけど、危ないんでね、時々は、この音声、ラジオで配信していきたいと思ってるんで、ちょっと新しいコンテンツだと思ってもらえればと思います。動画チャンネルでもちろん動画もこれから何かしらのコンテンツをね作っていければと思ってるんですけど、このラジオチャンネルのラジオ番組っていうのもあってもいいなと思ってるんで、更新のタイミングはちょっと決めてません。正直決めてないんですけど、プラス新たなコンテンツとして音声のラジオコンテンツ、ラジオメディアっていうのは僕もちょっと昔からやりたいと思ってたんで、ちょっとやりたいことをやった方がいいなと思ったっていうのが、このコロナのね、中断期間中でいろいろ、方向性として、やっぱやりたいことをやるっていうのが一番いいかなっていうふうに思ったところもあったんで、その一つだというふうに思ってください。よろしくお願いします。ということで、第1回のテーマとしてはですね、栃木市のベテランがいいぞっていうようなテーマで話そうと思います。いよいよ6月の27日から J2 が、まず J2 と J3 は開幕ですね。J2 がリーグ戦再開、第2節からの再開ということで、J1 よりも先に1週間早く再開を果たすわけですけれども、栃木はアウェーで、モンテリオ山形の対戦を控えているというところですね。本当、チーム状態は、レポートで書いてある通りというか、紅白戦とかトレーニングマッチとかやってるんですけど、ちょっと、非公開なんでね、全然その情報もなく、選手たちに話を聞く、監督に話を聞くところから想像するしかないんですけど、文字、テキストにすると、手応え十分ですっていうところの、温度感っていうのは、
皆さんにも伝わってるとは思うんですけど、実際にその話をこう聞くと、その声のトーンだとか、今ズームで取材をやってるんで表情から見て取れる、まあ本心だとかね、その辺を探ることになるんですけど、まあいいんじゃないかなっていう感じは印象としては受けてます。この間の井山雄大さんのコメントなんかを見てもらえれば、そんなところは感じてもらえるのかなと思うんですけど、今年のチームは田坂監督の表現を使うと真面目っていうふうに、まあ、よく上がってくるんですけど、それ何かっていうことをこのまあ再開前に、リーグ戦再開する前に改めて考えるとですね、やっぱ栃木の今年の栃木 FC のベテラン勢はいいぞっていうようなところになるかなと。一つはやっぱ人間性ってところですね。ベテランっていう選手、ベテランの年齢の選手っていうのは、まあ、どういうことになるかなというところなんですけど、今年が始まる時に、まあ、30歳超えてる選手ピックアップすると、ゴールキーパー塩田仁選手今年9歳、ディフェンダー高杉亮太選手36歳、フォワード矢野翔選手36歳、キャプテン菅和則選手34歳、ボランチの山雄大選手34歳、エスクデロセルヒオ選手は31歳ですね、というような年齢構成。これその下に瀬川和樹選手も30歳になって、伊藤龍選手も今年30歳になる選手ですけども、そこをね、まあ、例えば除いてベテラン選手30歳以上ってところで、エスクデロセルヒオ選手以上の選手たち、この今お伝えした6人なんですけど、人間性っていうのはやっぱ取材を通してね分かることだったりとか、練習する向き合う姿勢だとかを見てると、やっぱり今年のベテランっていうのはこう芯が通ってるというか、人間性のまあ良さっていうのはなんとなくちょっと今の現時点でもどうですかね、コメントとか読んでて、こうまあ田坂監督が言う真面目さっていうことに加えて、こうまあ、みんな今言った選手たちは経験値もあるし、まっすぐ芯が通ってる選手多いんじゃないかなと思うんですよ。でそういう人間性に加えて、まだまだプレーの質が伴ってる選手たちが多い、こうスタメンに絡んでくる選手たちばかりというところですね。ゴールキーパーの塩田選手も、開幕戦は川田修平選手がゴールキーパー守りましたけど、紙一重だったと思います。プレシーズンの時も塩津選手と、まあ、大野選手含めてね、このゴールキーパー誰になるんだっていうところもあったんですけど、まあ、紙一重だと思いますね。練習見てると本当に塩津選手の、まあポジション取りからのシュートストッププラスコーチングの声量、そのコーチングのタイミング、そういうのが本当に目立ちますね。目立ってるんで、でしかもこれいつ試合に出てもやれる選手の一人だと思いますね。で高杉亮太選手も開幕戦こそちょっと筋肉系のトラブルなんかがあって出場しなかったんですけど、これもう本当ディフェンスリーダー、やっぱコーチングですね。前少し前に下野新聞の伊藤さんと栃木市番記者対談をさせてもらったんですけど、まあね、この2人、塩津選手と高杉選手の名前上がってましたけど、やっぱ2人のコーチング能力、まあ相手がどうして、まあサッカーというのはやっぱ相手がどうしてきたことに対して対応して、でこっちの対応に対してまた相手がこうやって対応を変えてきてっていうようなスポーツなので、まあ、相手があって自分たちどうするっていうのを、それをピッチ内で変えていかなきゃいけないっていう中で、この2人の声による統率どうしなきゃいけないっていうのが、まあ、こうハーフタイムをまたがずに前半のうち後半の途中、そういうので変えられる可能性が2人占めてるっていうのは、まあ本当に下野新聞の伊藤さんが言う通り、この2人の能力っていうのは大きいと思うし、
で、あとはもうそれ前線ですね。前線の矢野貴章選手、36歳。いやもうね、開幕戦で J2 のね、空中戦勝利回数ナンバーワンでしたからね。まあ、栃木の今年のスタイルからして、矢野選手にこうボールを入れる。まあ、ゴール前に早くボールを運ぶ。で、まあ、おのずとロングボールが増える。でも、あそこで競り勝つとか、収めるとか、まあ、背後に、こう、反らすとか、で、そこセカンドボール狙うっていう、まあ、栃木のね、チームとしての狙いがある中で、矢野選手本当ハマってるなっていう印象を与えましたよね。で、それプラス、前線からのコーチングですね。まあ、プレスのタイミング、自分でプレスをかけるタイミングもそうですけど、例えば右サイド左サイド、右サイド秋元選手のプレスのかけるタイミング、相手センターバックとの距離感、そういうのをね、やっぱ細かいところ前線でフォワードの位置から指示できるっていうところは大きいですよね。後ろに高崎選手らがいる、前から前も矢野貴章選手がいる、そういうコーチングで全体のこう守備ブロック、守備プレッシングの精度が上がるっていうのは、影響としてあると思います。で、菅和則選手34歳、今年キャプテンになって、まあ本当に、まあ、試合にさえ出ればもう手堅くですね、まあ、左サイドバック中心になるのかなと思うんですけど、やっぱ横浜市戦だとかで、ね、イバとかに張り付いたりとかしてね、こう1対1やらせないっていう、もう本当当初もう本当にコンディションさえ整えばやってくれる、本当計算できる選手っていうのはもう皆さんイメージあると思うんですけど、その一人でじゃないですか。で、ボランチ山雄大選手34歳、開幕戦出てもうほんと高い位置でボール絡め取ってね、もうインターセプト読みですね、ポジション取りの読み、相手のボランチに入って、相手のセンターバックから相手のボランチに入ってくるところに、こう山雄大選手そこをもう読み、インターセプトで、そこを前線から矢野貴章選手が挟み込んでボールカットみたいなね、こうチームの狙いを体現して、そこからショートカウンター、もう相手の 高い位置でボール奪って手数かけないとフィニッシュまでみたいなね、もう経験値がなせる技として体現してくれたっていう人じゃないですか。で、エスクゼロセルヒオ選手は、まあ本当、まあ皆さんこれコメントね、読んでもらえると分かると思うんですけど、まあ本当にパッションの塊ですね。これ試合、実際の試合になれば、より、パッション、熱さっていうのがより見えてくると思うんですよ。で、今、エスクデル選手はね、こうチームの中で何やってるかって本当によく話してます。まず練習で一番よく声が出てる、行こうぜ行こうぜっていう声をエスクデル選手が出すことで、周りがそれこうしてまとまってくっていうシーンがもう本当毎日毎日あるんですけど、若い選手とかが例えば練習参加とかしてると時にも、まあ、ランニングとかして全体の練習が終わったりとかするじゃないですか。で、そういう時に一緒にね、並走してなんかちょっと話してあげたりとかっていうところを本当に多分意識的にやってるんだと思うんですけど、もういろんな人と話して、まあこう自分の意見伝えてっていうことを、まあ、多分これが実際の公式戦になった時に、まあ、そのまま色として出るんだろうなっていうところがあります。あるだろうなっていうのが予想できるかなっていうところですかね。で、人間性だとかプレーの質が伴ってるベテランの選手たちがいるっていう中で、この今挙げた6人の選手に共通するっていうのが、今年にかける再起への思いっていうところなんですよね。瀬尾選手まだまだ終わらないぞっていうところあるだろうし、高崎選手長崎でレジェンドと呼ばれて、本人も言ってますけど、長崎で去年もう契約切られるってところで引退してれば、それで綺麗で済むかもしれないけど、やっぱりもう一度このね、自分、まあもう自分はもう現役もう長くないって言ってますけど、もう一花咲かせたいっていう思いでね、今年栃木にやってきてくれた、もう再起っていうところじゃないですか。矢野貴章選手、新潟で、まあ栃木からオファーもらった時の心境、まあ山口系強化部長からの熱いオファー、やっぱその思いが届いたって言ってましたけど、自分が自分のことを必要としてくれるところでプレーしたい、
これ再起ですよね、やっぱね。で、菅和則選手、この2シーズンですね、菅和則らしく最後巻き返してスタメン取っちゃってるみたいな、そういうシーズンを、この2シーズンは最後遅れてないし、あと、まあ、去年に関しては8月4日の試合を最後に試合に出場することができず、でも6月じゃないですか、でも11ヶ月ぶりぐらいになるわけですよね。6月27日にもし試合出たとしたら、7月とかね、もう1年ぶりとかになっちゃうわけで、まあ、本人もこう、もう本当に自分のサッカー人生かけていると思うんですよ。で、今年キャプテンだし、もう本当こう自分をもう一度奮い立たせる再起のシーズンになると思うんですね。井山雄大選手人体断裂からの再起をかけたシーズン、まあ、開幕戦でね見事スタメン取って、でまたこの中断開けてまた再起をかけたシーズン、もう一度ね、もう一度やり直すっていう意味で来るわけじゃないですか。エスクテロ・セルヒオ選手、もうねコメントとかでもやっぱ京都時代でどうしても自分らしさを出せなかったってところでの自分をもう一度取り戻すシーズン再起ね、これベテランの人間性の良い、そしてプレーの質が伴ったベテラン勢6人全員こう再起をかけたシーズンになるっていうね。で今年はあの降格がないシーズンになったじゃないですか。で降格がないっていう、こうルールになった時に、あのもう各チーム、各チームの選手、ベテランの選手からこうやっぱこう漏れ聞こえた声っていうのが、やっぱり降格ないってなっちゃうと、やっぱチームとしてクラブとして、まあ、来年を見据えて若い選手をちょっとやっぱ起用したいというところ、起用しやすくなるわけですよね、降格がないってことは。でそれに対してのベテラン勢の危機感、聞き手、まあそういう声っていうのがよく聞こえてきたわけですけど、それに対してのいや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 待て待て待てっていう思いは、まああるわけじゃないですか。だって栃木 SC のこの6人の選手みんなこう今年に再起をかけた1年になるわけだから、負けてらんねえぞっていう思いで来るわけじゃないですか。でなおかつそこにこれから夏場の連戦っていうのが前やってくるわけで、連戦になってまあなかなかね、これ残りの41試合全試合90分フル出場できる選手ってね、まあゴールキーパーは可能性ありますけど、フィールドでなかなかそれ実現するのって難しいと思うんですよ。そうするとまあいろんな選手に、まあ、若手も含めてチャンスがあるとは思うんですけど、これでもやっぱりね、いろんな調整をしながら、まあ、無理をしない戦い方、チーム編成、まあ、2チーム分ぐらいね、回すような感じでやれるのがベストなんですけど、まあ、やっぱりその中で、この今言った6人のベテラン勢っていうのは軸になって、精神的支柱になれる選手たちばかりなんで、非常にいいなと。っていうような感触はちょっと、今現時点で僕は、感じてます。まあ連戦になると中2日中3日っていう試合がこう続いていく時期があると思うんですよ、まあ、5連戦とかね、まあ、こうあるんで、まあ、その中でどうやって対応していくかってところなんですけど、中2日だとなかなかねこれ回復しきらないまま次の試合迎えるみたいな感じなんですよ。中2日と中3日の違いっていうのがあって、こうトレーナーさんとかに話聞くと、やっぱ中2日の難しさっていうのがあって、回復しきらないまま次の試合迎えちゃうんで、そうするとターンオーバーというか半分ぐらい回転とかって話に、まあ、現実的になってくるのかなっていう予想がありますけど、まあそういう中でこうチームとして一つになってやっていく。でやっぱこの連戦の中で言われてるのは、自分たちの形があるチームが強いと言われてます。というのも連戦になってくるとどうしてもリカバリー、
もう本当回復させるっていうところに重きを置いて試合をこうに向かっていくっていうことが精一杯になっちゃうんですよね。どうしても準備、相手 の最低限の相手 のスカウティングをこうこことこことここだけ抑えようっていう感じで試合に向かっていかざるを得ないような期間になるので、時間がもうあんまりなくなってくるので、まあそうするとそこで一つになって自分たちのまあやるべきもの、自分たちのサッカーを貫いて連戦をこう戦っていくっていう流れになると思うんですよ。でもう自分たちっていうのをぶらさずにやっていくっていう中で、それができたチームがまあいい成績を収めていくんじゃないかなっていうことが結構方々で今言われていて、あまさにそうだなと。で今年の栃木 SC は今そういう方向でベクトルとしては向かっていってるので、まあちょっといいんじゃないかなと。でそのベクトルをちょっとぶらさないように、あのこのベテラン勢今6人が各、ね、ゴールキーパーからディフェンスからあの攻撃の選手まで揃っているので、まあでそこにまあねキャプテン菅勝則選手はねこう俯瞰的にチームを見てね、まっすぐにしていくっていうベクトルをね一つにしていくっていうところをやっていくんだと思うんですけど、まあいいんじゃないかなっていうふうにはちょっと僕は思っています。初回でちょっともうだいぶ話しちゃったんで、そろそろ終わりにしようかなとも思いますけど、まあね、こういう音声ラジオちょっとやっていけたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。コンテンツとして皆さんからも、前にね、読者の方から、栃木 SC にまつわるあなたの忘れられないエピソードみたいなのを募集させてもらって、すごく具体的にねその時の描写とかを語ってもらって書いてもらって、面白かったので、まあそういうのはねちょっとしたテーマで、募集してここで紹介させてもらえたらなっていうふうに思ってますし、あとは僕自身に話してほしいテーマなんかがあればそういうのもちょっと送ってもらったりとかね、あとはまあこのラジオに対する感想だとか、そういうことをやっていければと思ってます。まあ、そのうち誰かゲストを呼んで、ゲストの方といろいろ話したりとかっていうのもあるのかなと思ってるんですけど、まあ、ラジオってことで、これ一人語りですごく気楽でね、いつでもできるし、まあね、動画チャンネルやると、やっぱり、出演してる方々に、ギャランティーのお支払いとかしなきゃいけないとかあったりとか、動画を制作するにもね、あれ、この間篠田和之さんとの、動画は、僕の弟が動画ね、そういう仕事してるんで、作ってもらったりとかしたんですけど、まあ、なかなか、作業代っていうね、作業費用っていうのはなかなかかかってくるんで、なかなか大掛かりなことはなかなかできなかったりとか、量を増やしたりとかできないんですけど、こういうラジオ音声の一人語りになると、まあそういうペースだとか回数だとかも増えてくるんだかなというふうに思いますけど、まあ、探り探りになるかなと思います。ラジオでね、一人語りでやってる、最近ね、芸人の東野幸治さんが、一人語りのラジオやってて、あ、面白いなと思って僕結構聞いてるんですけど、この YouTube 全盛のね、動画っていうところで、こう、音声、ね、ラジオをやるっていうね、ところの、まあ、なんか、面白さというか、語りの面白さみたいなのが、あるじゃないですか。別に、視聴回数って多いに越したことはないんですけど、まあ、それでね、広告収入がどうのっていうことは、まあ、僕は全然全く考えてなくて、このコンテンツ、栃木フットボールマガジンを有料で、購読している方々の、まあ、新しいコンテンツだと思ってくれればいいかなと思うんで、まあ、また、次回お会いできればと思います。じゃあ、今日はここまでです。